全日本女子チア部は日本のチアリーディングチームである。本校では全日本応援協会も触れる。二代目部長、クミッチェルこと、浅妻組2009年、斉藤彩のソロプロジェクトにより創設。2010年に浅妻組が加入する。主に、新橋、新宿など、東京近郊のターミナルで働くサラリーマンなどを勝手に応援することを目指して設立された。 2015年、斉藤が初代部長を退き、浅妻が二代目部長に就任。これをきっかけに出張チアにも取り組むようになった。2018年、一般社団法人、全日本応援協会が設立し、浅妻が代表理事に就任。女子チア部は、同協会参加の組織として生まれ変わり、略称、アジョが制定される。2019年、総部10周年。二千二十年、 オンライン応援バー開催、マスコットキャラクター、アサチアコ誕生。同年11月に1000回目のアサチアを開催した。メンバーは、クミッチェルこと、アサズマをはじめ、アナウンサー、芸人、歌手、アイドルなどの芸能関係から、OL、セラピスト、そしてプロのチアダンサーなども含め様々な職種を掛け持ちしながら活動を展開している。2018年11月設立。 ア妻が代表理事に就任し、応援あふれる社会を目指してをコンセプトに、応援を受けることによる様々な効果を研究する応援学とそれを活かし、様々な団体、法人、企業などとも連携を取りながら、様々な応援を通したスパイラルを深めていくことを目指している、ハット AB 全日本応援協会、全日本女子チアブ全日本女子チアブ。 歴史メンバー紹介協会概要、ありがとうございます。